みなさんこんにちは、ゆうかです。今から日野県に渡すお酒を買いに行きます。合格酒って言うんだっけ。そう、合格酒っていうのがね、日野県の伝統なんだって。受験して合格してありがとうっていう気持ちを込めてお酒をあげる。そうそう。で、そのお酒を今から買いに行きます。行きます。お酒っつってもどれがどれだかわかんないけどね。ママも初めてだからよくわかんないんだけど、でもね、いろんなお酒をね持ってくるんだって。みんなビールの人もいれば日本酒の人もいれば焼酎の人もいればワインの人もいる。で、東京とかはデパートとかでもう合格酒コーナーっていうのができてるんだって。そうだね、地方ですから、地方ですから、地方ですから。のしに合格お礼って書いて、自分の名前と書くんだって。で、ちなみにさなちゃん、ん、今日は英語。そう、さなは英語ね。さな、携帯持ってきてる？あ、忘れた。ゆうかの携帯ない？ない。ビッグカメラはあれワインコーナーだっけな。でも焼酎とか言ってるの見てない気がする。ママね、洗濯行ったらね、執行部の友達がいて、で、同じ高校だった。お互い知らなかったの。先輩後輩だったの。すごくない？ママと同じ高校だったってこと？そう。そうなの？ママが1年で、で、その友達は3年だったの。だから共通の知ってる人がいたりするわけよ。ママは吹奏楽部だったから、吹奏楽部の先輩とかが、ママの友達の同級生だったりするわけ。すごいね。分かんないもんだね、大人になってからこんな風に関わるなんてね、先輩と。2階に行く？1階に行く？1階。まあでも2階から降りた方がいいかな。そうなの？あ、ここから行けんじゃん。そうだね。あ、でも強い。ワイン2本詰めとかにする？いや、1本がいい。1本がいいの？うん、1本の方がかっこいい。これ、なんか友達の酒飲んで持ってたらダメじゃない？まあね、ママが一緒だから大丈夫。ゆうかちゃん、ワインがいいらしいのでワインにします。ワインのどこがいいのかよくわかんないけど、日本酒よりはワインがいい。はい、入るかな。入んない。入んない。これなんかおしゃれじゃない？これみゆきバナってやつ。見て、このここがかわいい。かわいくかないか。高さ大丈夫。あ、大丈夫。上もあるよ。上もあるよ。ほら。ちょっと背が高いかな。高いと思う。これがいいよ。これ？うん。日本ワインって書いてある。あ、これいいかもね。うん。白好き。これいいんじゃない？和って書いてる。和。本当だ。かっこいい。これ、うん、白と赤だったらどっちがいいの？白、白星の白。じゃあこれでいいか。ワインにする？ワインを買って、のしをつけてもらいました。これ雨が降った？すごい。めっちゃ豪雨。久しぶりだね。エレベーターで行こう。嬉しい。
ーンを一緒に撮っていただいていいですか。よかったね、お礼が言えて。はい、ゆうかは日農研のお礼もちゃんと終わって、さなは英語もちゃんと終わったね。うん、いけるいける。はい、今から帰ります。お腹すいた。お腹すいたね。お腹すいた。今日はみんな大好きチーズ鍋。はい、よかった。お礼もちゃんと終わって。さな、英語もよかった今日。うん。オッケー。じゃあゆうか改めておめでとうございます。おめでとうございます。Thank you.